種市敦史明は、青森県三沢市出身のプロ野球選手。宇藤右打ち。千葉ロッテマリーンズ所属。愛称は、種、種地位。小学校3年生から野球を始め、三沢市立第2中学校では、同校の野球部に所属した。高校は、八戸高大第一高校に進学した。2年生の秋には、背番号1をつけ、エースとなる。 甲子園出場経験はないが、2年生の周期、青森大会では決勝に進出する。3年生の夏の、第98回全国高等学校野球選手権、青森大会において、2回戦の対、八戸高校戦では、8奪三振を記録、準々決勝では3番、右翼手で出場し、1安打を打つも大港高校に4対3で敗れる。 2016年10月20日に行われたプロ野球ドラフト会議にて千葉ロッテマリーンズから6巡目指名され11月25日に八戸市内で入団交渉を行い契約金3000万円年俸480万円で契約合意に達し12月13日にロッテ本社で新入団選手発表が行われた背番号は632017年は 一軍での登板はなく、二軍公式戦でも一試合の登板にとどまった。10月19日に、11月25日から台湾で開催されるアジアウィンターベースボールリーグにおいて、n p b イースタン選抜に選出されたことが発表された。ウィンターリーグでは、5試合に登板し6イニングを無失点に抑えた。2018年は、8月12日に初めて一軍、登録され、 同日のオリックス・バファローズ戦にプロ初先発、6回2失点、被安打5、基本塁打1、無視死球と初の一軍マウンドで好投するも勝敗つかず、9月2日の日本ハムファイターズ戦では5回を、被安打2、無失点と勝ち投手の権利を持ってマウンドを譲ったが、後続の投手が失点し、チームも逆転負けを喫した。10月2日の福岡ソフトバンクホークス戦では、 柳田有形支給を与えたり、冒頭したりするなどして調子は良くなかったが、8回4、失点10奪三振で敗戦投手となったものの、プロ初関東、2桁奪三振を記録し、年投げした。同年は7試合に登板、先発指令賞4敗、防御率6.10でシーズンを終えた。11月22日から12月24日まで、オーストラリアンベースボールリーグに参加。 5試合に先発し、0勝3敗で、防御率は4.56だったが、チームトップの29奪三振を記録した。オフに200万円増となる、推定年俸680万円で契約を公開した。2019年は1月に石川由美の紹介を受けて、千賀広市大に弟子入りを志願し、河野江スポーツアカデミーのトレーニングキャンプに参加。 投球フォームを修正し、地下からは直球の威力を貫通力がすごいと絶賛された。オープン戦で結果を残し続け、ロングリリーフとして自身初の開幕一軍入りを果たす。4月5日のソフトバンク戦では4回からマウンドに上がり、自己最速体の時速1 5 3トルを計測した。4月14日の日本ハム戦では6回表に登板し、 プロ初ホールドを記録した。ロングリリーフで8試合に登板し、2ホールド、防御率0.90と結果を残すと、4月29日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦からは、先発に転向。5回2失点と高騰し、プロ初勝利を挙げた。最近成長円で7月5日に1軍登録を抹消されたこともあったが、前半戦で4勝1敗。 防御率3.96の成績を残した。8月4日の大楽天戦では、6回に、先頭の辰巳良介から奪った三振によって、江夏豊や木大サムと並ぶ、日本人最多の23イニング連続脱三振を記録した。同年は規定投球回には到達しなかったものの26試合に、当番、目標としていた100イニングをクリアし、防御率3.24。 石川歩みと並びチーム最多の発祥でシーズンを終えた。リーグ4位となる135個の三振を奪い、脱三振率は10.241で、東急100会100回超の投手の中では地下に次ぐ、脱三振率を記録した。シーズンオフに2320万増となる、推定年俸3000万円で契約を公開し、翌年から背番号を16に変更することが発表された。 2020年は開幕から先発ローテーション入りし、7月25日の埼玉西武ライオンズ戦でプロイリアと初の完封勝利を記録した。ここまで6試合に登板し、3勝1敗、防御率2.20の成績を残していたが、8月1日の楽天戦では5回に3を自己ワーストタイとなる8失点で降板。翌日に、 右肘の違和感のため抹消された。当初は最短の10日で復帰する予定だったが、肘に腫れがあり、病院で診察した結果、手術が必要と発覚。9月14日に横浜市内の病院で右肘の内側側副人体再建手術を受けたことが球団から発表された。シーズンとしては7試合登板で3勝2敗、防御率3.47を記録。 オフに300万円減となる推定年俸2700万円で契約を公開した。高校時代に最速時速1 4 8キロメートルのストレートに加え変化球は縦と横に曲がる2種類のスライダー。落差が大きくお化け的な予測のつかないフォークボールが武器。横に曲がるスライダーはチームメイトの有吉勇樹から教えてもらい習得した。腕を振り。 うなるようなストレートを投げ込み、共に自主トレを行った地下から、後に投げると、僕の球がしょぼく見えると絶賛された。実家の隣が海という環境で育ったので、釣りが好きである。プロ入団後、ロッテの球団施設から比較的、近い外棒などによく釣りに出かけるとのことである。同時期、フグが釣れることが多いので、フグ調理師免許の取得も考えているという。 解散ものはべて好きで嫌いな解散ものは一切ない。2019年4月29日の楽天戦で種市はプロ入り初勝利を挙げたが、その試合がパシフィックリーグとして平成最後の公式戦であり、当日開催のリーグ公式戦3試合のウィニングボールが野球伝道博物館に寄贈されることがあらかじめ決まっていた。そのため種市は プロ初勝利のウィニングボールを記念に手にすることができず、その代わりに交代前の5回の三死に目を取った際の試合玉がプロ初勝利の記念として種市へと贈呈された。ロッテでチームメイトの鈴木明すぐるは青年月日が同じ。ありがとうございます。